鮮魚市場の近くに八百屋さんもあるんですけど、八百屋さんじゃなくて、今日はお客様感謝デーっていう土曜日だから、安売りの100均みたいなとこができてるんですよ、特設売り場が。で、100均じゃないんだけど、このよくあるでかい箱あるで、ちょっとでかめのこの野菜入れて売ってるやつあるじゃないですか。これで500円だったんですよ。で、500円だったからいいかなと思って買っていたんですけど、試しに切ってみました。で、食べてみたら比較的甘かったので、塩を振って食ったらもっと甘いかなと思って塩を振ったんですけど、これは、かなり比較的甘いイメージですね。塩振ったらかなり具合がいい感じです。これは比較的500円にしては当たりだったかな。ただまあ、下が、反対側が、これじゃない。いろいろあるからね。上がこういうふうに傷んでるっていうか、なんていうんですか。傷んでるとも言い切れないんだけど。まあ、だから、こういうやつだから安いっていうことだと思うんですけど、まあ気にならない人は特に問題ないですね。で、まあ、だからスパゲッティっていうんですかね、いやまあパスタっていうやつですよね。これをだからこれサイコロぐらいに切って、玉ねぎとかピーマンとかのなんていうんですか、切ったやつと、混ぜて炒めて、オリーブオイルで、それで茹でたパスタの麺と絡めて食べる。まあニンニクも入れるんかな、ニンニク胡椒で味付けて、そうするとそれなりうまいですよ。夏、これからの夏には具合がいいというやつですね。まあ、私はイタリア料理屋の人じゃないから、その程度しかやってないですけど、これは具合が良かった。だからお客様感謝デーだったから、そういう特殊な特設売り場が数箇所あるんですよ。で、中で時に具合がいいやつあるから、たまたま残ってたんですよ。だから、すっごい並んでるから。先々週行った時は、50人ぐらい並んでたからね。もうだから、もう、超レアな具合が良かった。よかったら行ってください。行ってみてください。豊橋の、豊川放水路の近くにあります。以上です。